バーケは、ドイツ連邦共和国ニーダーザク先州ゲッティンゲン群に属す、マッチソンで、ザムトゲマインデラードルフスハウゼンを構成する、マッチソンの一つである。他には、わずかしか残されていない、この地方の典型的な民会場跡が残されている。バーケは、ゲッティンゲンの東北東約9キロメートル、ゲッティンゲンの森の北東部に位置する。 町内をズるで河西岸の支流アウエ川が流れている。ゲッピンゲンとエーバーゲッツェンとを結ぶ連邦道 B27 号線が町内を東西に横切っている。バーケは文献上1013年にヒルデスハイムのマリエン修道院の所領として初めて記録されている。12世紀にザクセン公領となり、後にブラウンシュバイクリューネブルク公領に移された。 14世紀に、ウスラー家がこの村を担保にしている。引き渡しは、プレッセ家とヘッセンホーハクにもなされている。14世紀、自立を意図するゲッティンゲンと、バー家との間で衝突が起きた。これは、領主の拠点となったバー家により、ゲッティンゲンが脅かされたためであった。1700年に、騎士領バー家は、ウスラーグライヒエン家が有する、利用権とともに、 ハノーファー宮廷の上級森林所領管理官、ルートビヒフォン・バンゲンハイムに霊園として移管された。バーケの所領管理官とゲッティンゲンからの裁判官が、ハノーファーに住む貴族の大官を務めた。家畜者と城を持つ、この所領地は、村の統治上、管理上の中心地であった。この騎士領は18世紀には、 約450モルゲンの工作地と40の牧草地を含んでいた。その後この所領は徐々に拡大し、1820年にノイバーケ文農場が、1923年にクスクエロ農場が作られた。これは285モルゲンの工作地と3つの牧草地を有していた。騎士領バーケの総エリアは、18世紀の中頃まで増え続け、 クスクエロ農場を別にして、最大で750モルゲンの高地、35モルゲンの牧草地であった。穀物、糖化ジャガイモ、野菜が栽培され、その他に集約的な家畜飼育がなされた。バーケは、この頃までに牧石、食腐の村となっていた。銭湯ほどの羊の群からの羊毛生産により、経済エリアとなっていたのである。 ビール醸造所と上流酒製造所がやはりこの頃に作られたが、これは成功せず、すぐに廃止された。バンゲンハイムの資金援助によりバーケは1714年に、境界道を新築した。1851年にこの所領は、バンゲンハイ向けの自由財産となり、その10年後に、家族世襲財産となった。バーケは百七十三年の市町村新設に、 伴って、ザムトゲマインでラードルフスハウゼンに編入された。民会場あとベイジングハウゼン北西のゲッティンゲンの森の中、ヒュンストレン山のかつて環状の土塁で囲まれていた、避難城塞の後に立つ展望塔は、優れた眺望をポントで、ウンターアイヒスフェルトやハルス山地を眺めることができる。ランドルフスハウゼンマッケンローで近郊、ゲッティンゲンの森のマッケンレーダーシュピッツェに立つ。 ハルツブリック展望塔もやはり、ハルツ山地に至る良い眺望が得られる。これらの文献は、翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に最始直接参照してはおりません。ありがとうございます。